Thank you.
はい、三宮で下車しました。ここはまあ一応神戸市の中では中心というようなところですかね。ポートライナーを乗り換えできるし、まあ、阪急阪神の三宮で、厳密には次の元町の方が県庁には近いんですけどもね、まあ、ちょっと、県庁前という地下鉄の駅があるみたいなんで、ちょっと今回は、僕は地下鉄に乗ってね、兵庫県庁に向かいたいと思います。なぜか幕が回送になっている。でこの新快速が久しぶりに乗りましたけど、やっぱり早いですね。私はあの常磐線ユーザーなんで130キロ運転にも慣れてるんですけども、こっちの方がね、なんかあんまりスピード出してる感じがないというかね、なんか軽々130キロという感じで、それは面白いですね。はい、まあそんな感じで、はい、なんかね、ちょっとハンコミスって3回もされてしまいましたが、まあ、それはともかくとして、ここからね、地下鉄の入り口がもうすぐ目の前にあるみたいなんで、そこから、乗りたいと思います。私は神戸に来たのは2回目ですかね。最初に来た時もほんの少ししか見てない、あの国道の174号っていうすごい短いやつがあって、それに来たんですよね、以前神戸に来た時はね。乗ってるかな、これにも。このここですね、この174号っていうのがすごく短くて、まあ、そこに一度来てみたんですけどもね、日本一短い国道で、こちらにありますね、県庁前では乗っていきましょう。結構深い、はい、なんか踏切のような音が鳴ってますけども、もうすぐ来るみたいですね。はい、こちら神戸市営地下鉄、これまでは何でしたっけ、北進急行かな、それが6月1日から市営化するということで、運賃が投資になってめっちゃ安くなるという話ですね。まあ、今も一体化してるんでね、運行はね、まあ、多分 あんなにその辺は変わらないと思うんですけど、この値下げはすごいな。じゃあこれに乗りましょう。あっという間に到着。これで210円はちょっと高い気がしますが、まあまあええわ。じゃあさっさと出ましょうかね。なんか割と古そうな感じですけど、これはオープンはなんか70年ぐらい、わかんないけどね。はい、降りた人3人だけですぐ誰もいなくなってしまいましたね。これは反対側はないんだ。どんな構造なんですかね。はい、兵庫県庁右となってますが、もうこれ見るともうすぐですね、ほとんど直結してますね。西にですかね、とりあえず行ってみましょう。近すぎる地下鉄の入り口と県庁が。これも来たっていう扱いでいいんじゃない。だからまあ今時間に余裕ありますけどね、時間に余裕がなくてもまあここで短縮できたみたいな、そんな感じですかね。すげえな、県庁前というかもう県庁直下の駅という感じです、ここは。いや、しかしここは別館なのか。1号館の南玄関に行きましょうかね。もうなんかわかんないけど古そうな建物もありますね。こちらは県警本部前の交差点で、正面にあるのが県庁前、これですか、これっぽいですね、メインがね。兵庫県庁、このプレートはでかいですね。一文字ずつ独立してるのも珍しい。で、兵庫県第1号館ということで、まあ、こちらが、メインっぽいですね。あのとこの柱のところまで行って、まあ、OK ということにしましょう。なんかこれも渋くて、なかなか趣のある建物ですな。12階建てぐらい。
はい、ここが兵庫県第1号館ですね。 OK、 はい、横断歩道を渡ってね、これがその第1号館ですか。それがまあこんな感じで、でなんか似たようなねデザインの建物が並んでるんですね、ここはね。はい、でまあ適当にこの道を、まあ今三宮駅と逆方向に歩いてるんですけど、まあ次の信号ぐらいで左に曲がって、帰りはね歩いて、まあ JR の線路沿いを行きたいと思います。今11時54分で、私が乗る列車が三宮発11時違う12時42分発の浜風3号ですかね。で、まあここから多分30分あれば着くはずなのでね、まあさすがにここは余裕を持って行っても大丈夫なはず、そのね、あのゆったり歩いても大丈夫なはず。一応まあ大阪でね、その考えていたのより15分早いのに乗れたので、まあそれでね、まあ、その余裕をここで活かせるという感じですかね。はい、ここは下山手通りでいいんですかね。先ほどの駅がまあそっちの方向ですね。でまあ降りて、多分正面にも、ガードがね、ガードというかのその高架の線路が見えると思うんですけども、まあ、そこに沿って、まあ多分ここから20分ぐらいあれば着くとは思うんですが、まああと40分あるのでさすがにそれで間に合わないってことはないでしょう。今日こここれ遅れると鳥取着がまた2時間以上遅れますからね。結構坂ですね。もう神戸というとやはり、まあ、あの土地が、ね、狭くてね、もうすぐ山になるっていう印象がありますけども、もうこの辺も、あの、もう結構な、角度がありますね。はい、こちら花熊公園の交差点に来ましたね。でそこがその JR の高架の線路 で、今貨物が通ってますね。なんかいろいろ色付きというかね、普通のじゃないコンテナが持ってたりして面白いですね。で、ここをまあ歩いていけばそのうち着くはずですね。はい、ここが JR の元町駅ですね。ちょっと入り口は分かんないですが、まあ、その先のガード下ですかね。で手前はこれは阪急かな、神戸高速線に入る線路というものですかね。はい、まあ、この元町が一応県庁の JR の最寄り駅なんですけども、まあ、今回は三宮を使うということにしました。はい、はい、ここがその JR と今なんか通ってますけども、これが阪急ですかね。その脇を歩いてますね。なんかお店も増えて人も増えてきましたね。ここから三宮駅まではあと 600m ぐらいということで、結構近いですね、ここの駅間はね。撮影を止めた瞬間に後ろから阪急が来ましたね。大阪梅田駅、なんかピカピカだな。はい、なんかすごい狭い道がありますね。ここ通っていいのかな。まあ適当に行ってみましょうか。はい、なんか突き当たりましたね。今そこ左に曲がったところです。この右側がもう三宮駅みたいですね。乗る列車まであと25分ぐらいなんで、ちょっとご飯食べるには中途半端ですが、なんか牛丼屋とかだったらいけるかな。はい。なんかいけると思ったらいけねえじゃん。ああ、なんかぐるっと回れってことですね。はいはいはい。